ちは、ナビカーです、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、こちら高円寺にやってまいりました。今回はちょっとスペシャルゲストでゲストをね、お呼びしておりますので、では登場していただこうと思います。お願いします。めっちゃ飛んできました。距離が、お願いします。高ママさんです。何度かでもね、蔵前散歩とか、あとは他にも、Vlog とかにも何度か出ていただいておりまして、今日は高円寺の、かねてからちょっと行こうと思っておりましたミニタリアさんという古着屋さんに、ユーミン&キューティーさんで、キューティーさんがいらっしゃるということで、そちらに行きたいと思います。はい、じゃあ早速ね、ちょっといろいろ何件か見れたら見ていきたいと思いますので、行ってきます。高山さんは、結構詳しいですか、高円寺は。あ、昔よく行ってましたね。あ、本当ですか。専門学校時代とか、はいはいはい、あとは去年もちょいちょい行ってましたね。へー、ちょっとじゃあいろいろと聞いて教えてもらおうと思います。僕なんかもよく行きます。いくらでも行っちゃいましょう、はい、でも並木さんね、なんか新鮮っすね、高円寺ってアンステッチがちょっと高かった。映えますね。これはニットですね。もうニットの季節に。シットランドウールだ。ドルモアだ。アネモネっていう古着屋さんへ。あれいいっすね。かわいいな。ニットとかかなり多くて、本当にもうこの見た目通りですけど、はい、ニット欲しいっすもんね。カシミヤとかもかなりいっぱいあって、イタリアのブランドとイギリスのブランドが。頑張って。最近646ね。昔ドッグタウン憧れて、はい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 、履いてましたね。あ、マジっすか。よくこれにじゃあバンズの、はい、オールドスクールか。そうっすよね。スリッポンか。その色かわいいっすね。これいいっすよね。こんな風に、こんな感じになってて、スリットになってるんですか。あれは全スリットで、全スリット全スリットってなんか可愛い。このタグのやつ、多分ユニフォーム的なやつだと思うんだけど、あのスナップボタンでさ、コックシャツみたいなのあったじゃん。はいはいはい、はい、そこのブランドだと思うんだよね。あ、じゃあなんかご飯作る系の人とか、炊事っぽい制服。さあ今は高尾さんおすすめのおつ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 ですね。おつさん、おつさん良かったですね。いや、あの並木さんすごい着れそうなものがたくさんあったな。そうですね、結構ゆったりめのシャツとかが使えそうなのありましたね。かなり割と今っぽい服にも合わせれそうなので、おすすめのショップでございます。体も良心的です。ね、次なるお店行きましょう。そう、続いては何でしたっけ、なんてズッカロ、ズッカロへ。あれズッカロかな。ズッケーロってジョジョのキャラクターでいるんですけどね。それは関係ないですよね。もしかしたら関係あるかもしれないですけど、ジョジョとか高山さん見てます？漫画で3部、4部、5部を結構昔に読んで、はい、あ、マジですか。でアニメも見てましたよ、3、4部。じゃあズッケーロ分かりますね。5部かな。そうですね、はい、はい、どんなキャラでしたっけ。ズッケーロはどんなキャラだっけ。ズッケーロはね、あれ、なんか小さくするやつとかじゃなかったでしたっけ。あ、すごい、これ光が絵になる。エモい。あ、クラフトワークとか、リトルフィートか。リトルフィート、あれ、それがズッケーロかな。あのナランチャと戦う。ここもなんか植物があって、スリーマーケット。
レディース古着ですかね。じゃあ次なる深緑と、はい、と高間さんのさっきお知り合いの方の古着屋にキャロット、そうですね、行きましょう。ズッカロー、あ、そうだ、ズッカロー、もうそこ、そこでしたね、はい、ズッカロか、ズッカロか、ズッカロ、ラザニア屋さんのラザニア、美味しそう。じゃあここでファッションスナップを。じゃあここでファッションスナップを高間さん、今日のコーデの解説お願いします。じゃあ下から行きましょうか。下から行きますか、はい、サンダルが、ラボッテガーディアンっていう、ガーディアン、はい、カーボーイシューズとか作ってるメーカーさんなんですけど、可愛いですね、白で。で、そのブランドが作ってるそうなんですね。で、パンツが、ラルフローレンス。あ、ラルフローレンなんですね。古着です。古着ですか。綺麗ですね、すごい。意外とこういうなんかクリームみたいな感じないですよね、うん、ないっすね。で、T シャツが古着です。あ、今日はやっぱ古着ということで、です。で、チリカンディンスキーっていう、はい、確かロシアかドイツかどっかのアーティストさんの T シャツです。結構こういうアートティース難しいハマってね、買い集めてますけど、ちょっと2人で着てみましょう。おしゃれです。シャツはどこのですか？は LE ですね。あ、LE のシャツ。こういうシルエットなんだね。はい、結構バッグの大きいですね。あ、そうですね。うんうん、スイーブモノっていうカバンです、はい、中途の素材を使った、まあ、絨毯みたいな感じ、絨毯カバンですね。ちょっと若干夏っぽい、いいですね。帽子とメガネはどちらですか。帽子もヴィンテージで、はい、30年代くらいです。はあ、かっこいいですね。めっちゃ激安でした。古着なんですね。そうですね、1万2000円くらいです。はあ、でメガネがアンバレンタインですね。アンバレンタイン、はい、フランスフラン、風立ちぬ出てきそうな帽子ですね。ありがとうございます。このミリタリアさんで僕はベイカーパンツ、軍パン気になってるんですよね、はいはいはい、なんか塩田とかも結構今ベイカーパンツが出てて、そうですね、なんかいい古着のそういうパンツがあればなと思っております。そうっすよね。今から中華キャロットの深緑のままで参ります。いい感じですね。確かに、そう、やっぱ古着はめちゃくちゃ多くなってますね。なんか、あ、ここ深緑、あ、レガー、レイガー、ちょっと店内を撮れないところもあるんでね。麺屋ジモン、めちゃくちゃいいっすね。何ラーメンっすか、辛い系、担々麺みたいな。あ、美味しそう。激辛系っすよね。本当だ、辛さ激辛ジモンです。行きましょう。あのキャロット、ほんね、あ、そう、あの、僕が両方から見た目なんすね。キャロットさんです。初の、これかわいいですね。さんがあれ、セットアップですか。セットアップです。生地がナイロンですか。ナイロン、ポリエステル、シルクなんだ。さあ、じゃあ一応お目当てのミリタリアさんに到着しました。なんだかんだで来たことなかったので今回初でございます。あ、
疲れ様でーす。